Okay. Today we are going to be streaming another day. We just have the junior medal class. Oh no, 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 patches. My cat's in my room. His spleen. No, it's a he. Patches. Oh, but why? I want all of them. Just kidding. Okay, let's go. Let's progress with the start of this before we try to explore the whole area. My English is not good because it's not my mother tongue. So please bear with me. そろそろ私が待っている人が来る時間のはずよ。私が離れてまだ数ヶ月でしょ。どうしたら宇宙ステーションがこうなるかしら。戻ったのね、ヘルさん。この人こそ宇宙ステーションの真の主人、天才クラブ会員番号83番のヘルタよ。なんで天才クラブのことを言うの？紹介するならちゃんとして。私の非凡な偉業の数々はどれも83より聞こえがいいでしょ。スペースステーションヘルタ、 You're a robot head. Resist the urge to make a funny. Oh my god. Should we choose the funny route? The serious route? Or the... Another question. You're a robot. Space station Herta? Let's go with that. Oh, he looks surprised. So, あなたがめちゃくちゃにした場所は私の私有財産なの。今の性格はこのお子ちゃまってわけ。I just woke up sometime later. What? Well, you get what I mean. じゃあしっかり観察しないとね。And what do you mean by that? I'm just kidding. まさに神業ね。私が宇宙ステーションを作ったのはこの覚醒していない性格を拘束してブルーを災いから守るためだったのに。Why did I think of Earth? どこの誰か知らないけど、まさかこんなお子ちゃまの体で拘束を成功させるなんて。一体どうやったの？それに性格は彼の体内でとても安定しているわ。そうね、このお子ちゃまの体質本当に興味深い。 Don't call me little. My name is Korea. Must you to discuss this? What's a good option? Let's go with this. そう、わかった。けどあなたのことはお子ちゃまって呼ぶね。私の脳は貴重だから他人の名前を記憶するスペースはないの。あら、なら私の名前を覚えてくれていることに感謝しなくちゃね。それは違うでしょ。あなたと私はビジネス上の関係で、なんて名前だったっけ。 Is she serious? まあいいや、話を戻すけど、この性格を体内に収めることができるお子ちゃま、彼を研究してもいい？それは私が決めることじゃないわ。彼に直接聞いてちょうだい。No way, study what? What's your price? Study what? 研究ね。あなたの体内にある性格は爆弾と大して変わらない。どんな危険性があるかは誰にもわからないの。
もしかしたら突然爆発してあなたを困らせることになるかもね。天才が喜んで助けてくれるんだから感謝すべきでしょ。要するに今はまだあなたに興味があるってこと。で今は興味があるから何でもやろうと思える。体内に性格があるなんて面白い。感謝して、私が手伝ってあげる。これはスターピースカンパニーの財力をもってしても受けられなかったサービスだよ。分かったかしら。つまりヘルタはあんたに宇宙ステーションに残ってほしいみたいよ。いや、厳密に言うとしばらくの間だけかな。研究が終わった時、あるいは途中で興味がなくなった時はお子ちゃまには出て行ってもらう。その後は？その後？それ私に関係ある？ After that she added after that not my problem. あんたにはもう一つ選択肢がある。今ホームに請求列車が止まっていることは知ってるでしょ。もしあんたが望むなら私たちと一緒に行くこともできるわ。Like no other option could be available. But I noticed some people showing that there is a secret ending where you could stay in the there's space station. I want to try it out. 列車と性格には深い関わりがあってね。あんたの悩みは私たちが探している答えなの。それにいつでもここに戻ってきてヘルタに研究させることもできる。彼女は今興味津々よ。悪くないね。それなら多少は新鮮さを保てる。それにお子ちゃまが必要ないときは私が後のことを考える必要もない。 Get on the express or stay behind. You really are the most self-centered person I've ever met. Let's think about him. よく考えるといいよ。列車に乗るなら定期的に戻ってきてね。事前にアスターかアーランを探してアポイントを取ってくれれば研究のための時間を空けておくから。そう焦らないでヘルタ。アスターは主制御部分にいる。彼にはアスターとも話をしてもらってちゃんと考える時間をあげましょう。私はホームで待ってるわ。まだやりたいことがあるだろうし、会いたい人もいるでしょ。焦らなくていいからね。決まったら私を探しに来てちょうだい。Why am I using them now? I just play.
Yes. Collection here at the station, and you seem to have earned a lot. How to read to me this is what I mean. Oh shit. Do we have to talk? Sorry if I kept you waiting. 最初から動いてないからよ。あなたが見ているこの体は、宇宙ステーションにたくさんあるリモートで動作する人形なの。私を必要とする場所がある場合に、無駄話は終わり。私と数人の同僚とで大きなプロジェクトに取り組んでいるの。成功すれば数千琥珀期にわたり私たちを悩ませてきた究極の問題、アイオン。考えてみて。あまりにも不思議な存在でしょ。中には私やあなたのように普通の人類だったアイオーンもいるわよ。なのに何かしらの方法で想像を超える力を手にした。神々たちは謎めいていて、強大で静寂で恐ろしい。アイオーンはどうして、どうやって生まれたか、何のために生まれたか聞くけど、あなた、これらの問題について考えたことはある？ I did. Yeah, 42. What's this got to do with all the time? いいね。科学の基礎は知識を求めることだし、そして今、私たちは考えるだけじゃなくて、行動に移さなくちゃいけない。だからあなたもこのプロジェクトに参加して、私たちと共に行動する機会をあげる。天才クラブのメンバー4人で協力してプログラムを書き上げたの。オフィスにある大きなマシンは見た？マシンの中には宇宙がある。それはまるで私たちの世界みたいだけど、もっと簡素でカスタマイズしてある。私はそれをメタバースと呼んでるの。Lives right now, like the game of life. You know the song from Vocaloid, Game of Life, like that. It's kind of like that. Like you get a role and then you play it, and then after you get another role. It's like basically just a thing of robot and stuff. Now, it just makes you think too much, too much.Upset that you shouldn't be overthinking. Metaverse? Don't read it, I think. ダメ。協力者もそう言っていたし、私は結構気に入ってるんだけど、他人の助言には素直に従うことにしてるから、模擬宇宙と呼ぶね。Simulator? 早速体験しに行こう。私は模擬宇宙の中であなたのガイドをする。何かを失うことはないって保証するよ。それどころか報酬をたくさん用意したからね。Yes. Simulated universe. Close first beta. It is my second. Ooh, it's this. Oh.
Wait, did I get... Woo! Come on, let's gamble! Woo-hoo! Not gonna lie, I know my luck is really bad. So I know that only I will get one of them when I get to 20. When I get to the 50th pool. Oh wait, I already did 40? This is going to be 4,500. Yeah. Pom-pom so cute. Okay. 1, 2, 5. Oh, circle. 1, 2, 3. Oh, I miscounted. Very good. I just need another 1, 2 more. At least 2 more. Wait, can I do this? This. I knew it! Should we? Do I have something to level? I don't have enough. Oh, too bad. I just needed 2 more. Oh my god, dumping addiction. It's here again. Can you see this message? If you do, just tap this anywhere on the screen. Your body is still sitting in the office. This is a simulated universe generated from your... This is only the alpha test server where the features are not fully available. Now try to walk around. See, you can move around now. I want you to play a... Really, and find some monsters to fight. Let's see which simulated AM will notice you first. Is there some items doing that? I doubt it. But it's simulated and different. Wait. I think I should at least bring another character. Oh, again. There's only three.今更後悔しても遅い。なかなかやるじゃん。争いに意味はない。 Clifford. There's a murmur in the amber sky. It's dusk. You look up and find countless copper ore. Amber and opal falling from the sky. This is a wondrous mineral rain. In the stream, the colossal things stretch their spine from the mantle with a sledgehammer gripped in their broad palm. You open your eyes and realize that this is actual clip of the Aeon of Preservation. Is this a new trick? It's some kind of roleplay. There is a huge roar around them. This is a warning for you. Then they disappear before your eyes. Our calculations are correct. Clifford, the Aeon of Preservation, has really appeared. Heard his voice suddenly sounded and she let an ambiguous giggle. The Aeon of Trailblaze, Aquila's revival, has distracted an old friend. Ooh! But they ran away. Tell me more stories about the relationship with you. What you saw was the simulated Aeon carefully cultivated by one me? And scroll room. Oh, wait, scroll room. Isn't he one of those? Oh, forgot. The simulated aeons will ignore us just like the real ones. Oh, so I set your simulated identity as Billy, Aeon of Trailblaze. So, to attract it. With a click of her tongue, like I said, now it seems that my judgment is correct. Next time you run into the aeons, try to get something out of them. What do you want to know? Or you must know more about the gossip. Okay, let's go. Myth of Aeons, anecdotes, love stories, the origin of the universe, anything will do. Herta was annoyed. Just think of something.
Okay, I'll cover you for this test. See? I use my clearance to enhance your luck. Now we can go have some fun. Don't ask why, just thank me. Go pick one. Characters receive a shield if they attack the opponent or back. Cool. Oh, dude, that's 2-star. Yeah. Just a heads up, I'm not going to be a sweater. I've never been a sweater, and I'm for sure not going to be able to be as good as the others who are good at playing this. Whenever you get frustrated or something about watching me struggle at every fight, well, sorry. Go! I knew you were going to poop. Okay, I'll just go. So, I know you're going to poop. I'm going to go out of my room. Anyway, this is not here. Alas, Clip-Up didn't come. I guess as much. Pick the blessing that turns shield into damage and hurt enemies. Shield into damage? Where, huh? Shield into damage. But Inky's all dead? What the? Okay, I forgot. I'll just get the Clip-Up. There's three. Oh, I don't know. 後悔しても遅い. Let's go. We're going to speed up the process. Now we're going to let me let's see if we can get the clip of the distance now. Whoa, even if it's not her shield, she does a power attack. Oh wait, we need to see. Now we need a shield. Ooh. Oh, that is like a shield. We need a shield. We should have given it. ついてないね。誰だ。おい。ルールは破るためにある。後悔しても遅い。うちの出番。おい、そう。始めるか。 Oh, it's over. Come on. Okay, this is 3-star. With a shielded greater characters. That's a great. Shield down, shield, but it's just a good blessing for her. Darn. Did I do something wrong? Weak damage to increase this. Well, they probably won't. Yes, I'm a little too eager for success. I won't interfere with the food system. I can just play as you like. Clifford's appearance was probably just a coincidence. That's it. Anyway, I'm sorry. Huh.
Fight is over and you wait in place, but nothing happens. Herda, go on, what should I do? Herda! There is a long silence followed by a quick second. I was expecting them to appear. Never mind, I'll switch off the silhouette universe. It'll only take a second and you won't feel a thing. Let's just chat back in reality. Did you say it only took a second? They came. You hear Herda's stunned voice. No, not them. It's another Ian. It's... Her voice suddenly drifts off. You have a strange feeling of this, as if Herda's words solidified, and the whole simulated universe became somehow unreal. Fully, the remembrance. You see a blurred figure made of mirror fragments, and their facial features are repeated, refracted by the prism to form a mystery. Countless memories spring up before your eyes. You see, Kafka. Her body stretched, deformed, and rubbed together with the umbrella in her hand, turning into water droplets and falling at your feet. You find yourself becoming a weeping, a living baby with an uncut umbilical cord. You remember that there is a golden scar on your back, what? And golden blood flowing on the dying plant, what? You find yourself dark-skinned and wearing a robe on the wasteland. You find that you are a swift shadow across the abyss, reaching out to catch the shifting star. What? Wait, the only person we saw with a golden scar and dark skin is Nanook. The destruction, the end of destruction. Wait a minute. Does this mean that we have something in relation with Akvili having a real some kind of relationship with Nanook or something? Nanook has a golden scar on his body. I mean, it's golden. Is it a scar? And dark skin also. We won't know for sure, but let's just skip it. Then their voice suddenly came. The robe flutters and wraps around your dark skin. You laugh at the exploration. The silk threads spin over your lap and weave into the ocean. Every word they say is connected to each other like a whisper. Before you could say anything, they suddenly disappear. Wait, let's talk about Kafka. They have controlled my brain. Wait, let's talk about Kafka. We did it! Herda yells with excitement. That was Fully! They thought you were the fallen Akvili, so they actively started a conversation with you. Fully is valuable for our research because they have the memories of all beings and know almost as much about everything as knows does a universe edition. Come on out, Kreha. I want to upgrade the simulated universe. You need to stay in there even longer in the future. You said you wouldn't interfere anymore.
feels like a cloak folded your belly button and your entire body tumbled in a circle. When you open your eyes, you're already back in the hurtus of office. Office. First. Oh shit, I wasn't for this. Reading. I just reading it. Success. I have to tell this news to Stephen right away. Ray, don't just stand there. Go in again for a walk and see if you can get more few words of finishing. You should show me some respect. You have no right to order me. Oh, right, I'll go now. Oh, you're right, I got too excited. Sorry. Oh, shit, what? Do respect you. If you don't mind, could you please go in front? Yo, the things you do for experiments. I've upgraded a simulator to universe. Excuse me. Allows you for more RAM and can support longer sessions. As of just the last round was pretty boring, so I'll get sleep and add some more fun. This part is specifically made for you. I hope you have lots of fun. Yay, I have games. Not as good as getting rewards in real life. I don't trust you people's definition of fun. What can I say? I don't trust that either. Every time someone tells me they're gonna do something fun, I just imagine a pile of what? So I'd rather talk with you more about rewards. Overall, this is a long scheduled version update with longer gameplay, more content, better rewards, and a more bizarre difficulty curve. So get ready and prepare to get back into the simulated universe beta test. I will help you out more. Oh, wait up. I need to drink. Oh. Ooh. She's ice, but her color is purple. I was thinking she would be lightning or quantum. Data bank. Mission. Aside from completing all of those missions, progress the storyline, other missions can also be encountered in the exploration. After exploring certain areas in depth, adventure missions can be received from people there, so you become more familiar with the different world. Completing certain missions allow you to invite companions that you need in your journey into the Astral Express. Aside from that, you can also complete daily missions to obtain corresponding rewards. Okay. Wait, this. Oh, it's a storm. Yes! However, the dungeon cannot be used in some form. Oh, okay. For sure, like boss battles. Wait. Oh, wait, I forgot. So he is the hunt. When this. At the start of battle, the worst trip for 3 turns only. I don't think it's a. Whoa! Oh, wait, it's not for him. Do you think this is a good light cone? Oh, wait, I just. Let's just equip it. So at least I won't be. Not squishy. What's the word? When the worst break. Okay. Huh. Oh, but. There's a step or a space, a step or a step. If we're in scratch base, there's a step. Oh, okay. Oh, I think this is. Wait, we need another one for our team. Better yet, oh shoot, I forgot to read. What did I get? What was it? It was. Oh, there. Kafula. I know, it's Achilles' horse. When it's aiming at an enemy. Oh, it's. The 315. Oh, good night, my friend. Oh, man. Okay, wait a second. Oh, wait a second. Miss Helta. Tensei Club. そして壮年期にはヘルタシークエンスを提唱し若返りの論文を発表したの。年老いた彼女は若返り再び虚数が満ち溢れる現象の謎を解き明かし宇宙の果ての性格を捕捉し
封印に成功した。ヘルタは自身がいる惑星を滅亡の危機から19回も救い、アイオンに二度配列してる。Mother Hedra saved the planet. She was on console 19 times and has met the alien stars. この宇宙ステーションはまさに彼女の財産なの。天才クラブ。会員番号76番。スクリューガム。彼とは長い付き合いだけど、本当にいい人で、まさに紳士って感じ。結出した機械的な頭脳を持っていて、彼と話していると、私もすごく勉強になる。今ちょうど、彼やルアンネイと協力して、プロジェクトを進めているの。そのプロジェクトによって、私たちが宇宙最大の秘密に迫ることができればいいんだけど、イリアス・サラス、かわいい老いぼれ。彼は天才クラブ会員番号56番。クラブ史上2人しかいない光線部長の1人。彼に感謝することね。現代宇宙文明の交流の礎、共感覚ビーコンと長距離センシングは彼の発明なの。彼は発明を公開していないから、私が訂正しておくね。この2つの技術の知的財産権は博識学会に属するの。正直に言って、私はこの学会のことがあまり好きではないのだけれど、彼女たちがイリアス・サラスの発明を再現したのは大きな功績と言えるでしょうね。リルタ、天才クラブ会員番号22番。誰よりも無心無欲で、誰よりもおかしな人。彼は他の人を助けるために自分の人生を費やした。そういう類の喜びって私にはちっとも理解できないけどね。だけどクラブの名が知れ渡ったのは彼のおかげなの。彼が亡くなった後、スターピースカンパニーはずっと後任者を見つけようとしていたけど、数個白期にわたって探しても引き受けてくれる天才はいなかった。それでとうとう私を見つけたってわけ。ポルカ・カカム、天才クラブ会員番号4番。謎に満ちた女性で、無視できない数のクラブのメンバーが彼女の手にかかって命を落とした。もう長いこと音沙汰がないけれど、私は彼女が生きていると信じている。ねえ、ロード・オブ・サイレンス、あなたがここに来たら、あなたがこれを聞いていたら、私は会員番号83番、ヘルタ。あなたに会いたいと思っているの。あなたと私には共通の話題がたくさんあるはず。ザンダー・ワン・クワバラ、天才クラブ会員番号1番。私の純粋な敬意を表そうと彼の肖像画を飾った。彼がいなければ今の天才クラブはなかったでしょうね。正直なところ、彼にどのような功績があるのかは知らないの。彼の著作や発明は全く伝わっていないから。でもクラブの創始者にはそれなりの地位を用意するべきよね。まだ早いし、どこか行こうか。よー、えいよー、えいよー、ガッドドオペーション。ナビゲーション、ナビゲーションとここまで。そしてスライス。
Lex was not present at the moment. Okay. Third stage. Ooh. I did catch this, huh? Yeah, it's me. I got to remember what the escape was. I like this place. Of course, what happens is for a moment, I'm able to disperse during the present. This is it. Of course, we haven't done it for a while. The station is known to have a program called Project Urban. If you have time, I'd like to ask for some. Uh-oh, I mean, my phone's scheduled for a dismantle. This is the last one, just come, elder lady. Ooh, thank you, Michelle. And of course, Ben. Donna! Hi, Donna. 何か話したいことがあるようだな。 Yes, I love you. You're really good at dating. 急にどうした？俺が何かしたのか？ You're always the first one to charge in the battle. Judgment, I always act with. 常に観察を怠らず、その上で有効だと思うものを慎重に選んでいるだけだ。お前にもできるだろう。I can? 俺は、お前もよくやっていたと思う。I didn't think you approved it. お前が請求列車に乗車する件について言っているのなら、それは考えすぎだ。俺の意見はシンプルだ。どちらでもいい。シンプルだ。お前も俺の意見を考慮することなく、自分の好きなようにすればいい。You don't seem like someone who likes to travel. 列車に乗ったからといって、旅行や冒険をするわけではない。請求列車は開拓を象徴するものだ。分かっているのか？開拓は往々にして未知を意味する。それは未知の危険かもしれないし、未知の楽しみかもしれない。俺が思うに、未知は基地より恐ろしいものではない。未知は多くの場合、制御したり変化させることができるからな。I think? No! Meh. I'm still bottom. I'm a little hesitant, I understand. I'm a little... 迷いを言い訳にするな。迷う時間が長くなると、本来の考えが消えてしまう。消えてしまう。Let me think as well.Wait, did it not? I didn't see. Hey, is there a picture? It's so hard to get a good angle. Oh my. Okay, I'll just... Come on!
緒に列車に乗るんだよね。I haven't decided. Do you want me to come on? 言わなくてもわかるでしょ。うちらここまで結構いいコンビだったし、おまけに同年代じゃん。理由なんてこの二つで十分じゃない？でもあんたまだ何か悩んでるみたいだね。ほら、話してみなよ。うちが相談に乗ってあげる。Oh, is that a big blue? Oh, how time flies. How did you dream? Oh, wait, I can answer this. Oh, yes. 急に考えに浸るんだね。収容部分で会った時さ、あんた弱っちそうだったから、ちゃんと守らなきゃって思ったんだ。でもまさか、バットを持って元気いっぱいに暴れ回るなんてね。それから、あのでかいのを幼おじちゃんのブラックホールに叩き込んで、うちを救ってくれた。まだちゃんとお礼言ってないんだよ。はぁ、ここでお別れじゃなくてもよくない？How did you join the express? その質問には答えられるよ。目が覚めたら列車に乗ってたの。Oh my goodness, うちは宇宙を漂っていたところを列車に引き上げられたんだ。どう？神秘的でしょ？こんなに危ない状況はめったにないかな。さすがのうちも結構ビビったもん。でも列車に乗ってからはたくさん不思議なものを見てきたよ。例えば砂漠で砂魚っていう動物を捕まえたり、逆さまになったお城を戻すために重力場を修正したり、道の真ん中で寝てるトナカイを避けようとしたら、空から降ってきた炎光の玉が頭に直撃しそうになったり、今考えるとどれも危ない状況だったかも。でもみんなと一緒だったからかな、どんな問題も全然大したことなかったんだ。 I'm thinking about if I should get on the express. 乗った方がいいに決まってるじゃん。なんで悩むの？今はうちら4人とカムしかいないから、1人が1つの車両を占領できちゃうんだよ。こんな寂しい状況を見て見ぬふりしないよね。That's... Oh my god, I got surprised. Hello. Dude. I wanna go out. Darling. It sounds more like a problem for you guys. I don't know what the carriage is like. じゃあ見においでよ。乗ってみればわかるからさ。I want to, but I can't. Let me... 待ってるからね。決まったかしら？え、何でも言ってちょうだい。そんなにかしこまらないで。あんたもあのデカブツを倒してくれたじゃない。お互いに感謝し合ってたら日が暮れちゃうわよ。あんたが宇宙ステーションを半物質レギオンの毒手から守ってくれて本当に助かったわ。ヘルタは私に借りを作ったことは認めないだろうけど、これからは私が何を頼もうと拒絶したりしないはず。宇宙ステーションから器物を一つ拝借するくらいなら多分問題ないでしょうね。そうだ、列車に乗って話すのはどうかしら。コーヒーを入れてあげるわ。得意なのよ。とっくに住んでるわ。私は何回もここに来ているから、今回も私にとってはいつも通りの旅になるはずだったの。でも今はもういつも通りのことなんて一つもない。既存の航路をたどっても新しい発見がある。それが開拓なのね。今まで通りアキビリの足跡をたどるわ。私たちはこれまで数多くの世界に停車してきた。
これからもそれは変わらない。銀河には数えきれないほどの次の駅があるのよ。広い星の海は私の夢であると同時に列車の願いでもある。私は新世界の探索を渇望し、列車は過去の航路に復帰したいと望んだの。あんたが他の人と違うからよ。性格は確かに理由の一つだけど、それだけじゃないわ。あんたには他の人と比べて自分は何が違うのか、それを見つける機会が必要だと思ったの。誰もがあんたを体内に性格がある機械な人間だと言うけど、自分で理解するのと他人に言われるのとでは、たとえ私やヘルタの主張がどんなにもっともらしく思えても、両者には大きな違いがあるはずよ。あんたはいろいろな経験をする必要があるわ。そうすることで初めてあんたが性格によって何を得て何を失ったのか、さらには自分が何者なのかを知ることができる。逆に言えば、性格をコントロールすることを学ばない限り自分の運命もコントロールできないでしょうね。性格はあんたにとって未知のものなのかもしれないけど、あんたの体内にそれがあるのは事実よ。このことをしっかりと胸に刻んでおけば、きっと遥か遠い未来に進むことができるわ。どう？考えは決まったかしら？I still have, I need some time. I'm going to do the tea again. It's like, whoa, what's this? Oh yeah. Oh shit. How can you dance? Oh, okay. Oh, sure. Let's teleport. まだ早いし、どこか行こうか。Every world contains a world shop. You can explore a world of things and currency. And this is currency and corresponding. Corresponding world shop purchase recipes, projects, and materials. Once you spend enough of unique currency, you will also receive correspondence. Hey! Shiki. Let me double check. Research Dr. Promise. Research Progress. ミス・ヘルタがコードをくれたの。ここに来る途中で書いたそうなんだけど、今試してみたらシールドの修復速度が以前の3倍になったわ。彼女のおかげで外の反物質レギオンは大した脅威じゃない。
宇宙ステーションの修復作業も順調よ。ただ内部は性格が一瞬取り出されただけでもやっぱり侵食を受けてしまった。裂解と呼ばれる真空管が形成されたわ。侵食された部分は不可逆だから、おそらく宇宙ステーションはずっと半裂解化した状態になる。私もそれを知りたいのよね。各世界の裂解はつながっているの。だからモンスターが裂解を通って宇宙ステーションにやってくるわ。でもあなたの体からは出てきてない。つまりアーランとも話したんだけど、この件に関しては警備員を増やし、パトロールの頻度を高めてスタッフの研究を守る以外に今のところいい解決策はないみたい。今回のことが片付いたらミス・ヘルタに休暇を申請するわ。もう決めたの。飛行機をチャーターしてブルーを思う存分堪能するって。Give the blue the blue. Oh, it is the blue. Oh, can't see it. You can see it from the space station. Your manager, your baggage. 同じ景色だとしても休暇中と仕事中では違って見えるでしょ。もし休暇がもらえたら、じっくりと観測データを収集して論文を仕上げることができるわ。ブルーに関する情報はいくらでもあるけど、やっぱり自分でも調べてみたいのよ。普段の仕事内容とあまり変わらなくてもすごく興味深いし、指標もないし、それに自費だもの。戻ってきた時に手伝ってくれるならもちろん拒否はしないわ。炭鉱さんは器物を点検してくれたし、美月ちゃんもできる限り手伝うって言ってくれたから、電気室で50本以上の電線をつなげてもらったの。はあ、列車の人たちはみんな親切ね。おせっかいという点で言えばあなたにも潜在力があるんじゃないかな。What do you mean? Oh, can I stay at the space station? あなたのことは結構好きよ。でもあなたの体内には性格がある。しばらく気軽に散歩するだけとか、実験室に封印されることに同意してくれるのなら何も問題はないけど、もしあなたが宇宙ステーションで働いたり長居することになれば、性格がここの劣化を悪化させてしまうかもしれない。所長としてそのリスクを負うことはできないわ。あなたの宇宙ステーションに対する情熱は理解できるけど、私は心を鬼にしてあなたを拒否しなければならないの。 Yo, the option's gone. あ、焦らない。 I need to try talking to her. まだ疑問があるの？いいよ、あなたには興味があるから質問に答えてあげる。私？自分のことを話すのは最も無意味な行為なんだけど。You're the master of the space station. You really are the type of... What do you actually look like? 私は法律上の主人で、実際にここを管理してるわけじゃない。私はここを作り、物や人を放り込んだだけ。その後は彼ら自身に管理させてるの。宇宙ステーションの所長はアスターで、彼女こそここの主人。私は所有という概念を拒否してる。何の責任も負いたくないから。 Really? What do you actually look like? 人類、女性、若い、美しい、可愛い。あなたが今見ている姿とそんなに変わらないよ。私の子供の頃を模してるの。完璧に同じとまではいかないけど、七八割は似てる。私は早熟だったから、あの頃はソリトンの難題ばかり解いていて、貴重な子供時代を謳歌しなかったんだよね。You really... あっそ、他人に好かれるかどうかなんて気にする必要ある？答えは
必要ない。性格が最悪でも私に価値があれば願いは叶えられる。あなたは性格がいいかもしれないけど、それに何か価値はあるの？誤解しないで、別に皮肉ってるわけじゃないの。これは質問。つまり、それには本当に価値があるのかもしれない。ただ私にはわからないってこと。性格ね。いいよ、言ってみて。What exactly is Stella? 私の研究であれは一種の生命体であることが分かってる。特殊な仕組みがあり、ある運命、あるいはあるアイオンの力につながる特別な物質なの。文明を発展させたいという世界の願望に応えるけど、その願望は常に何らかの厄災という形となって現れる。そしてその仕組みは壊滅のナヌークと関係している可能性が高い。ああ、怪人軍団のことね。私は性格が一つあれば満足だけど、彼らは宇宙のあちこちを探し回っていくつも手に入れてるのに、まだ満足してないの。彼らの意図はよくわからない。クラブのスクリューガムが性格ハンターと戦ったことがあるらしいけど、彼らの一員に凄腕のハッカーがいて、スクリューガムの差分気球と同じレベルだったって言ってた。スクリューガムに匹敵するなんて、宇宙で1位か2位ってことだよ。すごいよね。私には無理。コンピューターの分野はあまり得意じゃないから。Why am I able to understand? わからない。だから私はその謎を解きたくてうずうずしてるの。 So I have some about the express. 列車のことを姫子じゃなくて私に聞くの？外見？列車よ。中は、一時期列車に興味を持って研究報告を大量に書いてたんだけど、どこかに紛失したんだよね。だから今は何も思い出せない。 Do you trust this astronaut? 信用してるよ。 I trust them. What's your relationship? 長い付き合いのビジネスパートナー。ビジネスパートナー。私が他の惑星で何かを得るために依頼することもあるし、彼らの問題を解決するためにやってくることもある。選択？もっとわかりやすく言って。もちろん、私が待ってる。あなたの言う戻るって、できなくもないかな。もしここのスタッフになりたいのなら、アスターに聞いてみて。アスターが同意するなら、私も特に意義はないから。いや待って、あなたの体内には性格があるんだ。やっぱり言って。たまに戻ってくるくらいでいいや。ここに長居するのは危険すぎる。Can I stay at space station? ダメ。あなたは危険すぎる。私は別に構わないけど、アスターたちのことを考えるとダメ。あなただって体に埋め込まれた性格の力で宇宙ステーションのみんなを不幸にしたくはないでしょ。たまに帰ってくるぐらいなら迎えてあげられるから、長いは控えめにして。I really want to stay. 変な子。こんなところの何がいいの？私でさえあまり長居したくないのに。いいよ。正直に言えば、性格ぐらい封じたければいくらでも手はあるから。あなたが少しだけ不自由に耐えてくれるならね。本当に残りたいのなら。反対はしないよ。マスターに聞いてみて。所長の彼女が決めることだから。返事したでしょ。マスターに聞けって。所長の彼女が決めることだから。Okay.
よかった。無事だった。残念だけど。ミス・ヘルトが本当に彼女がそう言ったなら私も反対する理由なんてないわ。でもこれだけは先に言っておくね。もしミス・ヘルトがあなたに何かしようとしたら、きっとあなたの気持ちなんて考慮しないはずよ。ミス・ヘルトがコードをくれたの。ここに来る途中で書いたそうなんだけど、今試してみたらシールドの修復速度が以前の3倍になったわ。彼女のおかげで外の反物質レギオンは大した脅威じゃない。宇宙ステーションの修復作業も性格が一瞬取り出されただけでも、侵食された部分は深各世界アーランとも話あ、よかった、無事だった。残念だけど列車の出あなたのことは結構しばらく、もしあなたの宇宙あ焦らなくて。Where's her? まだ疑問がある。選択？もっとわかりやすく言って。返事したでしょ？よかった、無事だったのね。残念だけど列車決まっ、oh, there is, there is. え、でもヘルタは、そうなら、あんたの選択を尊重するしかないわね。それじゃ元気で、また会いに来るから。 So long. Oh my god, I got it. 慎重に考えた後、あなたは姫子の誘いを断った。汽笛の響きとともに請求列車は間もなく出発するだろう。偶然出会った友人たちはあなたに手を振り別れを告げる。請求列車が旅立った後、宇宙ステーションは早速再建作業に入った。しかしあなたには関係のない話だ。あなたはヘルタと共に性格の研究を始めた。だが早くもヘルタはあなたや性格への興味をなくしてしまう。宇宙ステーションヘルタで平和な人生を送ることになったあなた。その間、請求列車が何度か訪ねてきたが、ある日永遠に消息を絶つ。あなたは宇宙ステーションを往来する旅人から、天かける列車と性格ハンターの宇宙を揺らす結末を聞いた。しかしそれらはもうあなたとは無関係だ。しかしあなたの原作にあん、どう、Yo, what? The Himeko Sim. Who? Joachim. Can your parents come as well as
Rush out. Thanks. Yo, secret ending, let's go. May this journey lead us to heaven. Huh. Oh shit. Woo! Progress up until we can, and then if we can anymore, then let's go explore the whole place to, you know, raise to level. I want to join the express. I also have something to cut. I want to join the express. Cutscene, let's go. To celebrate, I'll be waiting. Till we make it. Oh, 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 oh. Boy, we will. Omae wo yonderu nja. Come with me, take the journey. Bonbon. So こんなぼんやりしてるお前。What? そう、お前じゃ。Okay. お前のことは姫子から聞いておる。いいか新人、大事なことは一度しか言わんぞ。This is like the English in Genshin where Paimon says Oira, which is a form of I in Japanese, but in the English translation they use the name Paimon. Japanese is a very a lot of different word for I, such as I or the watashi wa, the watashi. Usually for formal and mostly used by feminine. Then we have the boku for usually used by masculine for showing masculinity or some sort. Ore is like you think highly of yourself, something like that. I'm not very good at Japanese, but at the least I can understand some a bit of it. I learned Japanese when I was in college. Yes, I went to college. I'm old, yes. I went to college. We have a curriculum for Japanese, so I know some. And in Japanese, there are some. There's so many forms or characters for I, and it has all different meanings. Like that oira, watashi, watakushi, and. I forgot those very traditional ones were from the Sengoku era period and yeah. Of course, English version can't imitate it, so maybe they chose using the names. Yeah, let's just continue the story. 最近お前は特別だといろんなやつから聞くが、ここは聖
車の乗客なら誰もが秘密の一つや二つ抱えておる。乗車したからにはここのルールに従ってもらうからな。よく覚えとけ。特別なのはお前だけじゃない。俺はパム、ここの車掌じゃ。列車の中で困ったことがあったら俺のところに来るように。 You're so cute. My heart lies with the stars. Open interastral. Oh my god. Ooh, and treasures. Waiting to awaken. Do I get? Ooh, ticket. Oh, I need to do this again. Oh, I only reached. Hey, here's one. もう来たのか？社交辞令というものを知らんようじゃな。それで俺に何の用じゃ？Where's Danhong's room? ああ、資料室のことじゃな。はい、知りたい。炭鉱はあそこに居座っているだけじゃ。俺もあれこれ言うのが億劫でそのままにしておる。美月ちゃんの部屋はその隣だから、ついでに会ってくるといい。 Where's March 7's room? 何の？美月ちゃんのことか？あの子の部屋を知ってどうする？ああ、そういえばお前が美月ちゃんを助けたと姫子から聞いたぞ。うん、勇気があるのはいいが少し無謀すぎる。まあそれこそ開拓者のあるべき姿なのじゃが、美月ちゃんの部屋なら客室車両にある。ただあちこちフラフラするのが好きな娘じゃから部屋にいるとは限らないぞ。いや、お前あれを知っているのか？姫子の趣味でな、いろんなところからへんてこなガラクタを集めてきては修理しておる。あれは少し改造されているようじゃ。 Wait, his lips not moving. Only 列車の跳躍にはもう少し準備作業が必要じゃ。俺は手が離せないから自分で好きに見て回るといい。安心しろ、列車でのお前の一挙手一投足はこの俺の目から逃れられんからな。Oh, it says to check it. Wait a minute. Lock. Oh, wait, what? Long wait for the blade's edge. Look around the area. Wait, battery life? Okay, almost. ああ、君か。気分はどうだ？ Full of energy. I've got a killer headache. Very tasty. あとで俺が見てみよう。とにかく、ナノカを救ってくれてありがとう。You guys saved me too. I could have just stand by and watch. I didn't do. You guys saved me. いや、俺は君の体内にあるものを一時的に沈めたに過ぎない。怖がらせるつもりはないが、正直に言おう。それが君の中に存在する限り、助けたとは言えない。だが、性格が君の体内にある以上、気をつけた方がいい。俺も姫子も。毎回性格を沈められるとは限らないからな。重い話はここまでにしよう。宇宙ステーションの一件で疲れているだろう。跳躍が始まるまで列車の中をゆっくり見て回るといい。どう？想像していた請求列車と何か違うところはある？I expected it looks like a train. As I expected, it looks like... I feel like it's missing この列車に足を踏み入れた人は
みんな等しく乗客になるの。そしてそれぞれが未知の終着駅に向かっている。それこそ旅をするようにね。だから開拓もこの外観を選んだんじゃないかしら。そうそう、美月ちゃんと炭鉱は自分の部屋にいるはずよ。Dan's room. Let's go to Dan's room. あの子たちのところに行ってみたらどう？若者同士仲良くね。Are their rooms fun? What about here? Are there? ほら、若い子の部屋には自然と個性が出るって言うじゃない？まずは慣れたらいいと思うわ。Okay. そういえばパムのことだけど、機嫌が悪そうに見えても本当は久しぶりに来た新しい乗客に喜んでるのよ。あんたに興味津々みたいね。だから何か質問があれば遠慮なくパムに聞いてちょうだい。 OK Let's go. Wait, もう来たのか。社交辞令というものを知らんようじゃな。それで、oh. 列車の跳躍にはもう少し準備作業が必要じゃ。俺安心しよ。列車でのお前の一挙手一投足はこの俺の目から逃れられんからな。姫子は蓄音機で音楽を聴くのが好きなんじゃ。これなら過去のメロディーを再生できるとそう言っておった、oh. ちなみに要は黒い円盤を収集するのを好んでおる。どれも骨董品らしいが、お前も外で見かけたら持って帰ってくるといい。きっとあいつも喜ぶぞ。No, this. Ha. Okay. Finally, let's go to Dan Hung's room. Dan Hung. Ooh. 電子機器の音が聞こえるような。Ooh. I forgot to answer speak. 誰だ？ I haven't even.何度も突入されているから自然と気配敏感になったんだ。Later. Later. Huh. 鍵がかかってない。入ってみようか。Just a little. 少しだけなら大丈夫だよな。Oh my god, I love this voice. Come with me, take the journey. I mean, what? Why Edo? Yuji and Yuji. And then there's this game that I play for Coping the Logic. The voice of the MC there, he voices him too. It's a visual novel game. You should try it out, it's very good. I really love them. Probably just buy the album to the celebrate. Yeah. I already bought the title, but I can't find it. I can't find it. I really love it. That's how it's one of the week of the episodes where I've gone to have a voice. Just those two animes. I mean, those two characters, Yuji from Jujutsu Kaisen, and then Tsumugi Daki, Tsumugi, or Tsumugi, Tsumugi Logic, Tsumugi, Tsumugi Daki, Tsumugi Logic, it's all, I really love them, they are my favorite characters, and they're my babies, and now he's my newbie, I meant him. Yes, I meant him. My new baby. And his boyfriend is in the other door. Yo. Saturday mission. Huh? To sell
分が後悔しないような未来にたどり着く。この短い間にいろいろなことが起きた気がする。いや、ノーキリン、ノーキリン。They're staring at for a while. We realize that the memories on this floor aren't just your adventures. This is kind of creepy, man. How did you manage to shot some of these angles? You're pretty sure some of the picture on this wall have been captured without camera. Not even March 7th is there. Yeah, true. What a mysterious wall. The photos on this wall flashingly filled with memories of your adventures.After staring at it for a while, it just read it. Who took this camera? Oh, it's shiny. Close the area, rest in this place. What? Oh, change. Pom pom! Is it pom pom? Oh, it is. Pom pom star.A pom-pom star, so that's what it looks like without clothes. What? Bad. I'm sorry, but intuition tells you that you should be comfier than... It's not very tiny. Several photos are cache walls strewn under the bay. March 7th, but several... Oh, it's just spitting. Where is the...Intuition tells you that you should be comfier than well, I mean, it looks softer. What's this? Yes, the station tables are able operating system with OS might cost more than the whole computer. It's neater than the data. To celebrate. Let's take the journey. It's well. It's well. Hi, Dana. Whoa. Why do I sprint without even sprinting? Bookshop. To celebrate, I'll be waiting. But, till we make it. Look in the archives.The paper cabinets are placed kindly in the shop as Tan Hong said. The content is very dense and some of it is even handwritten. By Tan Hong, perhaps. Tan Hong's back! There is only one thing killed, but it looks very wrong.Being surrounded by all the books and records provides a surprising sense of security. Also, look at that. This looks like water. What's that? I bet it's a book. Can you sleep on such a hard bed? 寝床は硬ければ硬いほど脊椎にいいんだ。What? 柔らかすぎると逆に背中を痛めることになる。なんでまさか考えてることが顔に出てたのか。 He said, did my face show what my mind tells me kind of thing.Again, without pausing. I mean, with auto. Oh my god. Yukani futon wo shiite iru no ka?
硬そうだな。寝床は硬ければ硬いほど脊椎にいいんだ。柔らかすぎると逆に背中を痛めることになる。なんでまさか考えてることが顔に出てたのか。 I love the dear voice actor. Him being Korea, one of my favorite characters, also one of those like that. The character from me, Chigan Rambo. To celebrate, I'll be waiting.Closes my card. Oh shoot! Yes, I wanted to introduce this person. Okay, let's finish this up. Nani ka yoga? Just looking around. So ka. Koko wa resha no zen join ni kaihou sare teiru basho da kara. Omae mo suki ni sureba ii. Katsute Akibiri ga ayunda michi no hotondo wa.すでに追うことができなくなっている。しかし列車の現乗員として俺たちの旅を記録することには必ず意味がある。だから収集した資料を資料室のアーカイブに入力して列車が訪れた場所の文明や生態、それから地質の特徴などをまとめ過去のデータと比較しているんだ。あの端末が見えるか？あれはアーカイブにつながっていて現在までに知られている情報を閲覧することができる。気になるなら試してみるといい。改めて自己紹介をしよう。俺はタンコ。列車の護衛をしていてアーカイブの管理も担当している。もうこんな時間か。すまない、資料室にいると昼夜の感覚が鈍くなる。気づいたら一晩経っていたことも多々あるくらいだ。また明日会おう。Wait, why is there none for the MC? There's none, right? Well, I'm guessing. The way to sell. Trevor has one, but because they're talking to one more here. Ah! 跳躍を行う。各員列車のラウンジに集合するように。繰り返す。まもなく跳躍を行う。各員列車のラウンジに集合するように。 OK, let's do a jump. あいつは来ないじゃろ。放っておけ。あ、そうじゃった。ほれ、車掌からのちょっとしたボーナス。
じゃん。お前への投資だと思って受け取っておけ。おお。よし、早くどっかに座れ。くれぐれも美月ちゃんみたいに車内を走り回るんじゃないぞ。これから跳躍前の最後の準備を始める。Voyage continues. Friend, ooh, I can have friends now. I'll be waiting till we make it. Toriel. Ooh, this pom pom. I'll be waiting till we make it.Oh, are you kidding me? Yo, only one more. Brute force. Ooh, 7. Should we just use it? No, we need it for him. Stay strong, you need only one more. It's not that far much. Yo! Stop it. Whoa. 君は初めて跳躍を経験する。不安になるのも無理はない。もし緊張しているのなら俺が話し相手になろう。Oh my god, that's long. 列車のみんなのことか。いいぞ。誰について聞きたい？ About Dan Humphrey. 炭鉱は孤独な子だ。冷たく見えるかもしれないが、根は悪いやつじゃない。長い逃亡生活が彼を今のように変えてしまったのだろう。彼を見ていると若い頃の自分を思い出すよ。彼が何から逃げているのか俺たちは知らない。ただ一度だけ話してくれたことがある。彼自身よく分かっていないようだが、とにかく何かに追われているような気がして逃げずにはいられないのだと。かつての彼は選手にいてカンパニーに所属したこともあるようだが、本能が早く逃げなければいけないと絶えず警告していたらしい。そこで彼は弔い霊人のゴンドラに乗り込み、カンパニーから逃げ出して紆余曲折を経て列車に乗車した。それ以来ここが彼が最も長く滞在している場所だ。炭鉱に危害を加えようとするなら誰であろうと許さない。彼は列車組の一員だ。請求列車のメンバーに手を出そうとする者は俺と姫子の憤怒の炎を味わうことになる。実を言うと、いつパムが現れたのか全く覚えていないんだ。俺が列車に乗る前だったか、いや、後だったような。おかしいな。パムは請求列車の妖精みたいな存在だ。でパムが怒ると尋常じゃなく怖いんだ。そう、尋常じゃなく姫子は請求列車の主だ。みんなパムのことを車掌と呼んでいるが、彼女こそが列車の主であると誰もが認めている。全ての物語は赤髪の少女が請求列車に出会ったことから始まった。それ以来彼女と列車は一心同体なんだ。彼女はまるで燃え盛る太陽のように、とても情熱的な人と言えるだろう。普段の姫子は神秘的だが、
時折彼女は自分を燃やしながら夢に向かっているように感じる。彼女のような人こそ請求列車にふさわしい。俺はそう思っている。おそらく姫子には大切な夢があって、それが彼女の人生のビジョンを形成しているのだろう。それは相性か。そうだな、姫子から聞いたかもしれないが、ナノカは宇宙を漂う氷の塊に封印されていた。それを俺たちが偶然発見して彼女を助け出したんだ。あれは非常に特殊な氷で、六層氷と呼ばれている。虚数の法則に従い、外因によって形を変えることのない造物だ。彼女を六層氷に封じた人物が誰であれ、その目的が彼女を守るためだったのか、それとも追放するためだったのか、詳しいことはわからない。いずれにしても、あの氷は長い間ずっと宇宙を漂っていたはずだ。Oh my god, you're still not done. Okay, let's just end it. Wait. How about you? お、来たね。もうすぐ次の駅に行くけど、どう？ワクワクしない？あんたにとっては初めての旅だから、うちの2倍はワクワクしてるんじゃない？まだ起きてもないことを心配してどうすんの？若者は気合を武器に進むのみ。ほらほら、一緒にリラックス体操をしよう。まずは不安の根源をつかむの。確かに少し分かりにくいかもしれないけど、心で感じてみて。次は意識を集中させて、全ての不安を掴んだ一点に集めるの。 Is this some sort of Okay, I'm ready for some 才能あるじゃん。そこまでやるのって結構難しいのに。 What did I do? 最後は思いっきり不安を引っ張り出して投げ捨てる。 Come on, that's just It seems like a logical suggestion. Okay, well, if that's okay. ただの暗示で何が悪いの？不安や心配をなくせるなら、それに越したことはないでしょ。どうしたの？何か言いたげな顔してるわね。あんたが何を聞きたいのか、大体の察しはついてるわ。私を探して正解よ。さあ、遠慮なく聞いてちょうだい。Yeah, let's just do this another time. As much as I want to also read it out loud to get some answers, but to get some questions answered, let's just leave it for now. Bye!